Hello guys, nandito po ako ngayon sa Yanagawa at sasakay po ako ngayon sa boat para umikot sa ikutin po yung river dito sa Yanagawa. Kaya ito, nakahabol pa po ako ng last bats. Ayan guys, sakay po tayo ng boat. Ihatid po ako ng driver dito papunta doon sa boat para makasakay para iikutin po yung river dito sa Yanagawa. Come, let's go! See you guys! Mabubunggo tayo dito. Ayan guys, ang baba ng bridge. それでは改めまして皆さんこんにちは。本日は水郷柳川観光の川下りをご利用いただきまして誠にありがとうございます。ありがとうございます。本日この船の船頭を務めさせていただきます、石橋と申します。よろしくお願いします。石橋さん、よろしくお願いします。石橋さん、お願いします。はい、大丈夫です。Ang ganda guys. Hanggang alas 3 lang pala yung last bats nila. Iikot. Ganda guys, Nakapunta na ako dito noon 20 years ago, 25 years ago. Ngayon lang ulit na ulit. Let's mag-drive. Ito yung Yanagawa River, guys. Yanagawa River dito sa Fukuoka, Japan. Ayan. Yo sho. To kaite Yanagawa to kaite orimashita. Kono Yanagawa kawakudari wa Showa 30 年ほどから発足しまして、この浦川の観光日を海外や他の県の方々に伝えたいという理由で始まりました。mga kasamahan ko dito guys, rin sila, nagtutour din sila. でも泥臭い臭
臭くないってさばき方らしいですけどね。そうなんだ。はい。サイドカーだよね。そうだよね。バイクのサイドカップ。いやもう結構垂れてる。垂れてます。うん。結構すごい。ガンダナンバーハイガイスの。そうですね。はい。あ、こっち、あ、喫茶店みたいなやつかな。あ、何なの？いや、うん。これなんか店じゃないですか、さすがに。マキストーブついてる。これが住んでたらいいんだ。お腹が。でかいっすね。広いし。でこの左側には綺麗な時計が特徴的な家があると思います。左側ですね。これは降臨亭と言いまして、現在この場所は休憩場として使われております。 I am extremely nice。 この場所はなんとオークションにも出されたんだそうです。今市のものなんですか。今はですね、このオークションで買った場所はですね、ユフン。サビガイシンバイネヤン。パランバイヤン、パランゲンガメッパイン。パインガハン。休憩場です。パインガハンパラヤン。サラプノ。言われないと、まあ、そうですね。ただの道楽だよね。ここは大好きすぎて。でも道楽ありえますよ。なんかすぐです。でも鴨川って、そもそも鴨川じゃない？この上にさ、登ってる。これもね、まあいいやつだな。あ、本当ですか。うん。そしてこの目の前には低い橋があります。これは城西橋と呼ばれる橋でして、この橋は一度テレビに出たことがあります。へえ。皆さん、一定級という番組を知ってますか？はい。その一滴湯と呼ばれる番組で、だよガイス、女性マグマンが食べていた。一個石が、ここ通らないの上で。これですね。やっちゃダメなんです。やっちゃダメなんです。あ、ばばばば。通らないの上でいた。あんばば。ばばガイスなん、あんばばなあのねら。あ、でもこれでもかなり下がってますね、水。今少し、今下がってますね。うん。相当高かったな。これあとちょっと15センチぐらい高いですもんね。すごい。これ以上高くなりますとね、今度は通れなくなります。あ、そうですよね。こうやって昔のなんか この人が手に出してたんですかね。そうですね、ここから水を汲んでたりもしてたんです。すごい。そしてこの場所はほらあります。これは何なんだろう。泣いてくるんじゃん。しょぼ。無理やりスケート感が半端ない。魚とか寄ってくるんですかね。これですね、魚とか、夜はあまりしたことがないのでわからないんですけれども、これ夏になりますとこれ全部提灯に変わるんです。あ、現在は電気となっております。確認ができない場合はたまにあります。へえ。そんなことがないように気をつけておりますはーい、はーい。でこの後ろには銅像がありますね。左後ろの方に銅像、はい、これは町ぼうけ像と呼ばれる銅像です。なんかいいね、エグがこうだったんでしょ。
これ魚取るやつ。そうです。でも現在は使われていないです。使ってないんだ。これはクモデアミと呼ばれる網です。こっちは何やってんだ。水汲んでる。これですね、船の水を取ってるんです。昔この網で取れてた魚といいますと、ウナギ、ドジョウ、ドンコと呼ばれる魚です。今ウナギないんですか。もう今ほとんどウナギないんです。天然物のほとんどないんですよ。もう取れないんですか。もうほとんど取れないです。あとはドンコと呼ばれる魚も本当に確率で当たります。当たる。当たります。まだ皆様はお船から手を出されませんようにお願いいたします。はい、ごめんなさい。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 99.9%。ちょっと高いですね。さっきと違う。さっきはこの登りルートで最も低い橋です。本当ですか。めちゃまた足を返すけど、さ、イサハリン、インダラワンブリッジの穴になってる。あ、これ、こいつじゃないですか。これ、初代藩主ですね。そうです。田中義政と言います。でこの方は、関ヶ原の合戦で石田三成を捕らえた人なんです。はい。すごいですね。捕らえた。全然知らん。あれ生きてます。生きてます。投げ出しちゃうんだよ。あれ、そうじゃないですか。マラパッパラネットグラスマラパッパラマラワッパラ itong ano na to labor dito sa Yanagawa. Nakaikot na kami dito noon kaya kaso nga alam hindi ko na masyado matanda kasi mag dalawang dekada na mahigit. Yanagawa Kōkō no tennis court desu. Migi gawa desu ne.そしてここの高校は松岡修造さんの母校となっております。あ、そうなの。そうです。田中直樹。あ、中川。中川直樹すごいな。ここの高校はもともとからですねテニスは強いんですが、これちょっと昔は野球も強かったんです。そして昔はこの柳川高校の隣のこの右側の場所に柳川城が建ってあったんです。ここです。ここ今建ててなってる場所。これが元々柳川城だったんだ。でこの場所柳川城は明治5年に焼き払われております。その出火原因がなんとその当時の城主様だったんだそうです。これ田中家の人間なんですか。そうです。確か名前が田中一輝と呼ばれる方だ。めちゃくちゃ古い家ですね。すごい。でこの左側は日吉神社と呼ばれる神社です。ここの神社には現在おたふくのお面が飾られております。大きなお面が。May temple na dito sa kabila, guys. 名刺にはこれを求めてたくさんの方々がこの場所を訪れられております。ang dami ro po ng puntang mga これなんか見たな。bumibisita dito sa temple. あれそうっすね。
あ、おたふく麺、ね、なんかでっかいやつ。でか。確かにでっけ。お、すげえ。お、本当ですね。ここなんか有名なパワースポットみたいな感じで、うん、なんか、福岡のパワースポットみたいな書いてある気がする。俺行ってくる。行ってきますか。ちょっとゆっくりめで。ここに寄れないけど。そうです。皆さん今日は車歩きですか。電車です。電車ですか。ここまで歩きで行きますとだいたい30分かかりますか。あ、そんなかかるんだ。かかりますよ。やっぱり水路っていうのはね、それだけ優れてますよね。電動でポーターかよ。カメラ回ってるよ。いや、昔だとそうじゃないですか。カメラ回る。カメラ回る。カメラ回る。本当にやったんだよ。本当にやったんだよ。Tindahan sila dito guys sa river. Ganda so. Tindahan sila. Sino kaya ikiba kaya? Sino kaya ikiba kaya? すごい。買いたい本当は。ありがとうございます。その一言だけで十分です。本当に買いたい。メーシュの tindahan dito sa river guys. マシンでした。ロボでした。Meron pala silang tindahan dito sa store dito sa river. Ganda. Guys, may papalabas na ano, kaya kailangan natin umatras. Umatras, atras tayo kasi mayroong papalabas na boat doon. Ayun guys. Nakuha lang kami ng picture. Pwede rin kami bumili ng ano. Pwede rin namin bilhin yung picture na nakuha sa amin ngayon. Eh dyan. Ang galing ng ano nila, oh. Eh, sundan dyan, mito siya na, eh. Ah. Hindi na natin na. Ha, akiramin mo siya. Mise ga ga akiramin mo siya. Eh, 皆様、こちら、写真帳となっております。先ほど撮られた写真をこちらでご購入いただけますので、詳しいこと、この中身書いてありますから、ぜひ一度ご覧になってみてください。ありがとうございます。置いてきますね。ありがとうございます。ね、どうぞ。すいません。あ、もう。ちょっと左側の方、少し草が当たりますので、気をつけてください。側の方少し気をつけてくださいね。中かとは。ちょっと草当たりますよ。左方ちょっと気をつけてください。左側の方。
Kasi masasabi itong ulo natin dito. Ito, tama, 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 tama. それでは行きます。お。の街がよいよい。昔恋し、五条金鉛。きっとくだらせよかきゃんも。筑後柳川を掘りを見ずに。柳が招く、あれちょいとちょいと招く、糸柳。行こっか電車でよ、おいで湯の町へ、よいよい。まずは北原は、まだ南になった。川下り筑後柳川を堀の水にあれさやさや柳が招くあれちょいとちょいと招く糸柳。はい、という曲です。これやってる本当にあれちょっとアレンジしちゃってる。まあ、これも食いそうだな。でこの右側に大きな白い建物があります。でこれは勝島の結婚披露宴式会場となっております。ここで結婚式を挙げられたご夫婦が今度はこの船に乗りまして川登りをします。で昔はこの右側にあります乗船場からお船に乗って川登りをしていたんですが、最近はですね、途中に寄りましたおたふくの面がある日吉神社、そこからお船に乗って川登りをしているんです。ちょっとここも橋低いですからね、頭の上はぶつけられませんようにお願いいたします。よいしょー、めっちゃまた足がめっちゃまた足がよっ。早速最後の運転に行きました。本当か。すげえ。たら相当な技術が。さっきはちょっと広い。これはぶつかんないですか？はい。これぶつかんないですか？これはですね、おそらくぶつからないです。あ、本当？イメージ。そしてあの橋は名前を石橋と呼ぶんです。石橋？そうです。ああ。あの橋の名前は僕の名前と同じなので、あの橋は僕の橋なんです。同じ石橋です。すごい。僕の石橋さん。Yung bridge doon na yan guys, kapariyodo ng pangalan ng driver. Watachao. Yabay! Kurima kita na na. Watachao. Umiichao. Yabay! この真ん中にロープがございますので、これには皆さんできるだけ手などをつけられませんようにお願いいたします。つけないから。いや、あのこれ昔、この首を切った時、首引っ掛けた方がいらっしゃいます。死んでほしい。ang daming bridge na maliliit na mababa.
Kaya kailangan mo humiga ka para wag sumabit yung ulo mo. と呼ばれるものが始まっております。そのタワーだと思います。で、この都市化計画によりまして、この川の森、赤羽下りの構図は少々長めになっているんです。駅の方、柳川駅がありまして、そこに松月と呼ばれる会社の人たちがいるんですけれども、この川下りのコースをそこまで伸ばすんだそうです。で、お客様が電車から降りられた際にすぐに乗れるようにする。乗り口の方なんですね。そうですね、あの水号は変わらないですが、他の会社がもう駅のすぐそばにあります。駅からもうすぐ乗れる。ここであの水の多さや深さを調整するんです。あとは堤防もありますからね、この川に。ちょっと見てまた足下からね。本当にわかんないです。あ、ここにでもありますね。あれが、これ2月になりますとね、このお堀に水門に板を6枚ほど敷きます。はいはいはい。そこで、お堀の水をすべて抜くんです。で、そうした後はお堀の掃除をしたり、あと落とし物の回収などです。そうですね。これメンサージもらしいですよ。そしてこの左側には白い大きな建物があります。これは柳川資料古文書館といいまして、その名の通り古文書などが展示されてあります。現在でしょ、今日この船乗ってさ、あ、絞るんじゃん。LINE ではさ、どんどん持ってかれるかっつって聞いてっか。
めて学校行こうかなと、はい、絶対金行かなくなるね金稼ぎたくなるよ、そしたらほな50歳ぐらいになったら行けばいいんだよな、ほじな、はい、50歳だったら行こうね、この仕事は時給それですね、まあまあ、ほぼ倍なんだ。へえ。無敗ってどういう場合？一曲でしょ。一曲いくら？あ、歌って一曲歌っていくら？もう運転じゃなく一曲いくら？歌で。橋の下は無敗するから。あの橋超かっこいいじゃん。あれこれ駅前っすよね。うん。壊れたボタンです。はしょったんですかね、分かんないこれってこの船頭さんの会社って何社なんですか。そうですね、全部で4社から5社ほどあります。へぇ、あ、そんなことしかないんだ。今通ってるこの一本道だけで3社ほどあります。へぇ、値段は何一緒？ほぼ一緒です。オールシーズン、オールシーズン、雨でも乗るんですか。それ俺もやれる。あ、練習すれば誰でもできます。これ船って一艘いくらすんの。これ貸し切ると思う。うん、作って作って物の値段。いや結構するぜ。結構しますよね。だけどなんか前回これだけ見るってしたっけ。これちょいあるこのこれは何なんですか。これ葉桜と呼ばれる桜です。あ、じゃあこの、はい、なんかこれ石みたいな、石碑みたいなの。うん、これはですね、白州、全部白州です。あ、全部白州なんだ、すごいね。あとは他の柳川の詩人の人たちが書いております。詩人が多いですか。詩人が多いです。詩人が多いんだ。あいつ誰ですか。この顔見てたら黄昏ちゃん、黄昏れるんだ。その中に最も有名なのが北原白州先生です。あ、なんかすげえ神社あるじゃん。これ三柱神社っていう神社です。あ、すげえ良さそう。で、最後にこの場所で柳川お団節を歌わせていただきます。歌っちゃう？歌います。これは柳川の方言で作られた曲です。はい、それでは行きます。よー、お団の生まれは柳川たんの子供んとからまんのよか、ごんしゃんたんねって掘り割り切ったら、柳とは駆動がじゃれまくる、ごげんよかとこどけでなかったい、だってんかってんひとんよか、柳川柳川おだんぶし、あ、それおだんぶし。はい、という曲です。ありがとうございます。ありがとうございます。それではお船はあの白い橋を越えた先、右側につけさせていただきます。本日は水郷柳川観光の川下りをご利用いただきまして誠にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。皆様、お船から降りられる際はくれぐれもお忘れ物がなきようにお願いします。では、お船から降りられる際もですね、一人一人ゆっくり降りられていってください。で、たまにですね、笑いながらこの川に消えていく方々がいらっしゃいますからね。皆さん気をつけて降りられていってください。フリーですか？あ、フリーです。フリーなの？お手間もしてくれ。こういう振りとかいる、実際本当に落ちる方いらっしゃるんですね。あるんですか。僕も実際ここで落ちてますね。落ちたんだ。落ちました。へえ。で、前の若い船頭さんが、お船を取っていきますので、皆さんも前から降りられていってくださいね。フリで怒ったりしない。怒ったりしないです。
家だな。そう。ネタもみんな帰る気でしょ。出てる。もうありっすよね。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。すいません。ありがとうございます。どうも。